おはようございます。おはようございます。10時25度、最高の秋ですね。10時25分って言うかと思ったら10時25度って言ったからびっくりしちゃった。乾杯は。はい。白いな。はい、というわけで今回もチュンスノーチーチャンネルの八ヶ岳ラグランド2日目やっていきましょう。朝ごはんはなんかよくわかんないサンドイッチでございます。ラップサンド。ラップサンドっていうらしいですね。いただきましょう。よくわかんないってひどい。よっ、ハロー、いただきます。いただきます。お皿持ってて、うん、うん、相変わらず具に到達しない。うまい。あ、すごい、旅行から行ったね。うん、今日とりあえずこの後風呂かな。うん、お風呂今回どこ行く？全開教室でいいんじゃない？同じとこでいい？うん、今回はじゃあちょっとサウナ行っちゃおうかな。うん、ガチャガチャガチャンコ。うまいし食ったら眠くなってきた。あとでまたお昼寝すればいいさね。うん、はい、というわけでまとめあったんでね、お風呂入りにこの後行こうかなと思ってて、うん、ヤグランドでね、この辺の地域なのかな、お風呂が安く入れるチケット買ったので、そこにあるやつでちょっと今回はお風呂入りに行こうかなと思います。どこでも600円なんだよ。すっきりさっぱりして頭を起こしてこようかなと。眠い。チュンチーチャンネル。よっしゃ、お風呂やってきたね。うん、さあ今回お風呂がデレン高めの湯、エアグラウンドから車で3分ぐらいか、うん、近いところでね。サウナが最高だったわ。男子がね90度ぐらいかな、女子85度越してた、ね、最高のいい温度で、うん、2セット行ってきましたね。エアグラウンド来たらね、高根の湯ほんと近いんで安いしね。引き続きじゃあちょっと今度買い物行ってキャンプ場に戻りましょうかね。スノちゃん行こっか。はい、どうぞスノちゃん。お車、はい、行くよ。はい、インターフェル、インターフェル。よいしょ、はい、上手。大丈夫、ただいま戻りました。お疲れ様でした。お風呂いい湯でしたね。最高でした。スノちゃんもなんかマンタムな顔してるね。うん、そう、お風呂から帰ってきてね、いろはちゃんと遊んできましたね。いろはちゃんと遊んで、スノーの絵がね、こちらなんですけど。ねえねえ、すごい、好かれてるよ、スノー。されとるね、スノー。だいぶ慣れたんだね。ね、慣れたね。すごい。カプッとしちゃう、カプッと。すごい、すごい、おせおせですね。ひろちゃん、鼻についてるよ。本当だ。スノーで遊んだ。すごいね、スノーのこと好きだね。めっちゃ可愛いっしょ、やばいっしょ。スノーはお父さんみたいになってたよ、うん、スノー2歳のパパだよ。うん、皆さんもイロハちゃんに会いに来てください。犬連れの方はね、ぜひイロハちゃんとね遊んであげる。まだまだねちょっとちっちゃいんでね、圧が強い子だと怖がっちゃう子ですけど、ぜひ遊んでください。はい、ルビ入りましょうか。ルビルーで、また降ってきたね。あ、今日こっちはカールエールで、これ知ってます？最近 CM で見たんですけど、食菜、あの生ビール缶ってやつです。アサヒスーパードライ、これもアサヒから出てるやつ、ちょっと興味あった。あの泡がモコモコモコってするやつ、うん、行きましょう。おちゅんのスタンレーをお借りします。よいしょ、うん、おー出てきた出てきた、ほらおーモコっと生ビール缶、うん、モコっと、うわすっげーパンパン。ああ失礼、飲んじゃった、うん、泡が止まらない。いただきます。おいっす。あ、美味しい。クラフトビールの感じ、うん、なんだっけ、よなよなえじゃないじゃない、IPA、
違う違う、飲んだらなんとなくわかるかな。ちょっと苦味あるんだけど、香りがフルーティーなやつ。ペールエール？違う、ピルツ。ピルツ、ピルツってちょっと黒寄りのやつ。確かピルツだったと思うんだけど、そんな感じ。ちょっとクラフト系が好きな人はこれ好きかも。うん、もう美味しい。めちゃくちゃこれおすすめ、美味しい。ただ注意点、泡めっちゃ出てくる。そのうちあのお疲れになっちゃったみたいよ。丸くなっております。俺もう今日閉店、おやすみなさい。じゃあもうちょいしたらご飯作るしちゃうか。じゃあ豆乳鍋。豆乳鍋じゃないんだけど、牛乳買うのもったいないから家で空いてる豆乳持ってきた。あ、そかじ。じゃあ豆乳鍋じゃない、トムヤム鍋だ。ナンプラー。ナンプ何 cc？第2大茶人に、まあ、絶対大さじ2以上入ってる。いや多めでいこうかな。次コチュジャン。コチュジャン、コチュジャン多めでお願いします。はい、大さじ1。じゃあ大さじ8で。にゅん、トグロみたいになってる。こんなもんでいいか、うん、のおちゅんも使ってる黄金のおろしにんにく。全部入れ、全部は入れない。なんで？でも絶対全部入れた方が美味しい。いや、タレもう一回作るっしょ、絶対。そうだ、うん、だから半分。おちゅん、まあまあ、おちゅん、ほんと？はい、まあ、揺れぞ。にんにくバカめ。おい、え、今悪口だぞ、それ。言ってないよ、なんも。にんにくバカって言ったら、いや、すっげえ褒め言葉じゃん。全然赤くないね。赤くなってきたじゃん、ほら。じゃあ野菜とかぶっ込んでの完成まで、いってらっしゃい。おお、うまほう。ええやん、バリうまそうね。じゃあこのトムヤム鍋をいただきましょう、うん、おでは、いただきます。鍋鍋、やっと鍋が食える季節になったね。これの方がいい。あんまテンションかけてガシャリンかかって気をつけて。え、こんな感じのトムヤム鍋です。足せるやつは一味とか黒にしとか。いらん、いらん、うん、いらん、うん、おしゃ、うまっ。あ、うまい。ちょっとジャンクもいただこうかな、うん、ピザポテトジェノベーゼ味。あんまりバジル感ないんだ。まああのピザポテトだね。さてさて。あ、あ。サミオルール。ご飯で遊ぶから。はい、すみません。はい、じゃあちょっとおちゅんね。ビールなくなったんでお酒行きたいと思う。本日ジンボンベイサファイアでございます。こんなんですね、ボンベイサファイア。これ。カクテルとかに使われるのかな。そうそうそう、ね、ちょっとね気になってはいたんだけど飲んだことがなかったので。パッケージが超可愛いよね、これね。すげえ有名だよ、ボンベイサファイア。うん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 、いい匂い、嗅ぎたい。結構フルーティーっぽい香りはする。こっち苦手なんじゃない、うん、このまま飲むの。炭酸のジンソーダでいただきます。ミントとかあるといいのかな、この香り的には。うん、チーの味は、うん、いただきます。あ、今日ねなんか黒い方取られちゃってるんで、私白い方です。はい、すぐ。はいっす。あ、結構軽めだね。もっと濃くていいかも。ちょっと薄くしすぎちゃったかな。いや、こっつりジンだよ。だジンなん、すごいジンだよ。ジンなんだけど、ちょっと軽めだなと思って。はい、というわけで、引き続き、トムヤム鍋、いただこうと思います。いただきまーす。あ、俺の、じゃんけん。最初はグッ、じゃんけん、ポン。やったー、これ、次のは。イエーイ。くっ、頑張って、探して。もうそこ、そこにある。もうすぐそこに。わあ、あった。別に2枚あるな、取り合わなくてよかったんじゃない。まあね。今のじゃんけん何だったん。いや、なんか見せ場。見せ場。見せ場。今ね、肉と野菜全部食べ終わりましたんで。ね、まあ、くらいいよ。さっさとラーメンにしてしまっていい。もう栗は絶対1個もやらん。それはいらん。じゃあラーメンは。
作っていただけると嬉しいなって思います。オッケー。こいつめんどくさいでしょ。そうですそうです。カメラに映ってないところで鬼の顔しないでもらっていい。今さ、すげえふと思ったのにさ、あのクリアファイルって俺持って帰ってきたっけ、渡したっけ。やばい、固まっちゃった。意外と高かったのに。もしかしてレジの置いてきた。でもかっ、そういう話をしてるから事故るんですよね。今日2回目やんか。完成完成。なんかとんでもないトラブルが1回ありました。余計な話をするとですね、こういうトラブルが起きるんですが、トムヤムラーメン完成しました。イエスイエス。まさかね、買ったものをね忘れてきてるとは思わないじゃん。本当だよね。あの生産済みのあの赤いカゴに入っている気がするんだけどな。だよね、忘れたな。どうしたっけな、また買わなきゃかな。まあ、はい、というわけでね、皆さんもあの忘れ物にはご注意を。月曜日のヤグランド2日目、またもこのラーメン食べて、またダラダラして寝ようかなと思いますので、1日目の方に行って、2万、勝。おはようございます。おはようございます。ヤグランドの3日目ですね。今一瞬やんだけど、ごっそり雨です。じゃあ雨撤収なんでね、ちょっとサクサクサクっといろいろやっていきましょうか。で、朝ごはんはこれは何ですか。ベーコン、レタス、チーズ、ラップサンド、ナス、ジャン、細身ナス、いただきます。うん、降ってきた。ね、好きあらば降ってくる。うん、ダメ、ベロンじゃないの。お腹すいたなぁ、わお、レッツスタンピータイム。ごちそうさまでした。しのちゃんもいい感じだね。うん、さあ、またちょっと雨が降ってきたんでね、車をドッキングさせて、うん、ちょっと休憩したら片付けますかね。頑張ろ う雨撤収か。チュンチーチャンネル。はい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、バッチリですね。こんな感じで外雨が降っておりましたので、サクッと撤収だけ終わらせて車の中でございます。犬もね、ここにも収納されているので、最後にいろはちゃんとも遊んでね、ね、最高でしたね。ね、また来なきゃね。まあ3ヶ月に1回ぐらいかな、まあ多分ここに行きたいなと思うので、まあ多分次来れるのは来年かな。まあいろはちゃんの成長とともにエアグラウンドを楽しみたいなと、あといつかドッグランができるらしいので、楽しみにまた来たいなと思います。はい、というわけでね、この後はあの昨日トラブルがありましたキララの方にね、ちょっと向かって忘れ物を取りに行って帰ろうかなと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。最後によろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。ここから雨降るのかな。もう大丈夫じゃない。まあ大丈夫感じ。うん、じゃあサクッと帰りましょうか。タイヤの溝がなくなってるけど。うおー、来た。あ、おお、痛いわ。俺裏側行っちゃったよ。スノちゃんバコン。